鼻がむずむずする。何？始まっちゃった？参上！やめに調査タイム！イエーイ！はい、お台場 TV から見ている方も、時空 TV から見ている方も、うん、赤坂 TV から見ている方も、全国ネットカフェ、自由空間から見ている方も、うん、その他、ユーストリームから見ている全世界の皆さん、こんにちは。こんにちは、ラミネートファイです。はい、この番組は、東京の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。ユーストリームを使いまして、全世界にお届けいたします。生放送の参加型番組です。イエーイ。はい、はい、この番組は1時間生放送でお送りさせていただいております、はい、チャット、ツイッターでの参加どしどし募集しております、はい、チャットの方ですと Ustream さん登録していただけますとご登録いけます、ツイッターの方ですとぜひともねツイッターも、ね、活用していただいて、はいはい、コメントの後にアットマーク時空 TV アットマーク JIQOOTV うちの顔でクリックしてこれしか分からないよ、あ、見えてないのか、コメントの後にアットマーク JIQOOTV を足していただけますと、はい、ツイッターでの参加もできますので、はい、ぜひともご参加よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ちょっと見えへんからめっちゃこっちです、こっちでしか分からへんよ。こんにちは。こんにちは。はい、ね、花粉がすごいですよね。すごいです。鼻そこやば。鼻ズブ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 。じゃあちょっとちょっと。まあいいや、まあ、とりあえず、うん、自己紹介。自己紹介。行っちゃおう。行きましょう。行きましょう。はい。皆さんこんにちは。こんにちは。周りの声。はい。私が、はい、この雷調査隊の隊長を務めさせていただいております。はい、くまちゃんこと、くまちゃんこと、くまちゃんことの熊川雄大です。皆さんよろしくお願いします。今日は久しぶりに帽子かぶってますね。そうですね、はい、帽子かぶってます。あれ脱がなんで撮ったんですか。ちょっと恥ずかしいじゃん、やっぱそれで振られるとさ単純。今日もなんかペタンコ肩ついてるから。やめましょう、やめましょうね。はい、今日もね、今日私一人では, いはい、雷調査隊新人隊員のあっちゃんこと、あっちゃんこと、 おばあちゃんこと、それからの田中津子です。お願いします。の田中津子です。くまちゃんがやってから。そうですね、あの、真似をされましたけどね。はい、すごい不愉快ですね。はい、言っちゃった。言っちゃった。はい、じゃあおしん行きます。先に言ってた。先に言ってた。雷調査隊員、おしんこと、はい、おしんこと、はい、山本しんいちと申します。はい、ちょっと雑すぎるね、冒頭から。はい、はい、本日も1時間、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ということで、あのちょっとね本日、うん、まあ、あの地震の影響もあります。ちょっと画像の方がね、はい、ちょっとそうなんですよ、芳しくないかもしれないですが、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、見えないんですかね、はい、チャットの方が今入ってきていただいてるんですけれども、はい、うん、まず川原誠也さん、入ってきていただいております。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。そしてトービーさん、トービーさん、なんかつまってトービーさん、こんにちは。トービーさんが入ってきていただいておりますね。なに、はい、ちょっと今日鼻声たんですよね、ちょっとね、なんか急になりますね。急に鼻声たりましたけどもね。はいはい、どうで、あ、見えない、見えないですかね。せやく見える、見えたが止まっちゃった。あら、止まった。あら、あらら、あら、どうしちゃったんだろうね。でもね、チャットの方はね、表示されてるんで、ね、はい、そうですね、声も届いてないのかな、うん、トビさん、トビさん、見れますか。見れます。チャット、あ、見えたって、せいやさん、あ、見えた、よかった。チャット入れますか。チャット入れますか、トビさん。ぜひともね、入ってきていただいて。そうですね、トビさんだけにトビしてるのかっていう、はい、はい
こんな日もあると思うよ。あると思う。うん、大丈夫です。あると思う。はい、晴れないのかもしれないですね。そうですね。多分そうですよね。そう、あの、トミーさん、地震の影響があって、うんうん、まあ、あの、この番組自体に本当全世界にお届けしております番組ですので、はい、ぜひともそのチャッターの機能も活用してね、はい、いろんなあの各地の、はい、お話とかも聞けたらいいなと思ってます。はい、そうですね、皆さん の, あのお住まいのところ今、ね、ご覧になられてる、ね、うん、方々はどうでしたか、はい、ね、大丈夫でしたか、大丈夫でしたか、大丈夫でした。もしあのチャッター入る際にぜひとも自分のお住まいとか地域言っていただけると、うん、そうだね、はい、ありがたいです。チャッターさんが入ってきていただけますよ。ありがとうございます、はい、チバティさん、チバティさんと、はい、コニーさん、チバティさんとコニーさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ですがね、トービーさんが見えません。固まってますって。うち方もちょっと、あ、体調、ちょっとね、あの本日タイムラグの方が、はい、あのだいぶ出てるみたいなんでちょっとずれるかもしれないですけど、そうですね、はい、ぜひともあの1時間よろしくお願いいたします。本当ですよ、皆さん本当に、ね、いかがお過ごしでしょうか。どうだった、大丈夫だった、君たちは。うん、とりあえずね、はい、とりあえずですよ。いやでも大変でしたね。そりゃそうやんね。おしん、電車の中にいてて、あ、私もです。あ、一緒だったの。はい、うちの電車の、あ、でも一緒にいたわけじゃないよ。一緒にいたわけじゃないから。一緒にいたんですよ、いやいや別にいても問題はないけどな。確かにそう、あ、私ちょっとさんが、ですね、ジョンスマイカーさん、こんにちは。こんにちは。It's great pleasure to see you guys. はい、私のことですね。あ、また新しいチャットさんが。おー、たくさん入ってきていただいておりますよ。はい。ドウィービーズさんですかね。はい。はい。ラッティ、ね、お名前がってことですね。あ、ラッティさん、ハロー、ハロー、アイムアちゃん、アイムクマちゃん、アイムオシン、おお、イエーイ、やったー。ちょっと一回固まったのでチャットを降ります。また来ます。はい、はい、ありがとうございます。で、じゃんじゃん、ちょっとね、電波の方もあれだと思うんでね、ほら、うん、で、本当地震、あの、あっちゃんも、あっちゃんもそうやったと思うんやけど、電車の中にいてまして、はい、ちょっとおしんはだいたい1時間ぐらいちょっと電車の中から電車が取れなくて、そう、急停車したんですね、電車の中で。で、急停車したと思ったらブワーって揺れ出して、で、まあ、電車の中が安全だっていうことで、あの、ずっとちょっと1時間ぐらい、はい、かくまってもらったって思ってましたけど、ね、まあ、でもそうですよね、かくまっていただきましたよ、ね、電鉄さんの方がね、電鉄さん、はい、何電鉄さんですか、これ言ってあんまりなんかそう、でも、はい、丁寧なご対応していただいて。そうですか。で、体調はどうしてたん。はい、僕大丈夫でしたよ。ね、大丈夫でした。ちょっとあの、うん、僕のところ、まあやっぱすごく揺れたんですけども、うん、まあ大してそういうね、たくさん、もう自転がいっぱい押してきたぐらいかな。僕いろんな絶対ない。いろんな自転。多分ね、そんなん言うからやと思う。トーミンさんがね、体調が何か喋るたびに固まるのは気のせい。ああ、分かってる、画面も。気のせいじゃないと思う。画面も分かっておる。固まっちゃった。何なんそのくだり。ねえ、ねえ。はい。あの、ぜひともね、皆さんも本当、あの、お住まいの地域も、そうですね、はい、あの、県名でも結構です。あの、記載していただけると、そして今の現在の状況だとか ね、 そうですね、道は大丈夫だよとか、そういう声をね、一声かけていただければね、僕たちもちょっとホッとするのでね、うん、はい、ぜひとも、ね、うん、ちなみに皆さんどちらですかね、本当に地域の方、うん、ちょっとタイムラグもあると思うので、そうですね、で、じゃんじゃん、あの、ツイッターの方も活用していただきたいので、あ、そうですね、ツイッター、うん、はい、そうね、ツイッターちょっとあっちゃん、番組カミナイチ13時から始めます。時空TVで。じゃあじゃあね、あの、はい、本も、うん、あの、更新していただけるといいなと思います。はい、嬉しいですね。でもなんかあの、はい、地震自体が、はい、おしんは
阪神経験してるから、そうかそうかそうか、阪神淡路の方も経験してて、こっちでまたあるなんてちょっと思いもしんかったけどね。いや結構今回のやつはね、うん、すごいらしいですよ。やっぱ世界で、あの何番目かに3本指に入るぐらいすごい地震だったって。でも本当そうやね。そんなにすごかったんだよ、はい、動画で目がすごく荒れちゃいました。僕荒れてるよ、ね、千葉ティーさんがあっちゃん実家大丈夫って。大丈夫、あっちゃん実家大丈夫でした。あっちゃん福井、はい、福井全然でしたよ。あの金曜日もうそこ電話して、はい、まあ繋がらなかったですけど、うん、まあ、ね、まあ、何回かやるうちに繋がったんですけど、うん、え、地震あったのみたいな、うん、あ、え、そうなのすごいドンキ、ニュース見て、もう実際ね、あの関西、うん、おしゃん大阪だから、あ、そうだ、関西はどうだったの。でも関西の方も揺れたみたい、震度2ぐらいかな。あ、そうなんだ。だいぶ、だから九州、ね、今、うん、今ちょっとせいやさん、はい、降りられてるけど、四国の方とかどうなんですかね。トミーさん九州じゃなかったですか。そうです、トミーさん福岡っておっしゃってましたね。ですよね、はい、の方とかはどうなんですかね。すごく気になる。でけどもう震源がなんかすごいですよね。もうなんかすごい、だからさ、そのいまだにね、皆さん余震なんか続いておりますよ、うん、で、このあのこちら上の方、北関東ですか、うんうんうん、東北の方とか、ね、東北の方とかね、ぜひまだね余震が続くので、ぜひ本当にね、はい、何があるかわからない状況です今、うん、はい、僕たちが今こう放送してる時もね、来るかもしれないじゃん、地震がね。確かにね、はい、だからいつでもね、そういう逃げれるようにとかね、うん、避難できるようそういう対策をね、はい、皆さん取っていただいて、そうですね、よろしくお願いします、はい。コレオーヌさん、コレオーヌさん、おフラパー、スマホ、スマホ、ペイ、放送してた、放送してます、イエーイ、パッ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 そんなコルレオネさんのお住まいのところはどうでしたか。そうですね、どうでした、はい、ぜひともお伺いできるといいと思います。あとさ、そういうね、うん、そういうね、やっぱその地震の影響ですね、うん、はい、あの停電、計画停電、計画停電ありますね、うん、ありました。あなた方のお住まいのところは一応ね、グループのところには入ってましたけど、はい、でも、うん、時間的になんか大丈夫でした。あ、本当ですか。まだ一度も大丈夫でした。あ、本当ですか。だからそうなんですよ、うん、皆さんね、そう、節電してます、あなたたち。あー、してますよ。テレビはつけてないですね。あー、いいですね。やっぱりね、もうね、できることからね、うん、やってみようっていうね、ことですよ、やっぱ。そうやね、うん、小さなことからでも、ね、例えばそういうね、うんうん、あと食料のね、無駄をなくすとかね、そうですね、うん、ね、今ね、スーパーとかもコンビニとか行って全く何もないからね。何もないんですよ。なんでないの、あれ。買い込み、そう、テレビでもね、言われてますけど、あの、ね、すごい買いだめっていうのがね、うん、あの、普通に物流の方は流れてくるはずなんだけど、買い込んじゃってるっていうのが多いみたいで、ね、それに ね、してもさ、すごいやっぱり、ね、遅れてるわけじゃないですか、うん、そういう物流は普通にあるけども、やっぱいつもよりは減ってるわけじゃないですか、うんうん、そうやね、だから皆さん本当にね、そこはちょっとすごく僕冷静になってほしいなって思いますね、うんうん、みんなでね、そうそうそう、一人ね、まあ確かに自分のあれは大事かもしれないですよ、うん、ね、ちょっと言っていい本当に主張、うん、ね、自分じゃ、せいやさん戻ってきていただけますか。おかえりなさい、トミーさん、ありなさい、うん、何も泣きすぎなさすぎて申し訳ないのです。あ、でもね、いいですよ、全然ね、なかったらね、なかったら、それは申したことはないですよ、確かに、うん、だからね、やっぱり全然ね、普通の生活を送れる人はね、それはもうすごく幸せだろうし、うん、はい、それをね、普通に生活していただければ、うん、ね、でもそうですよね、そういうことですよね、でもね、すごい、うん、うん、なんか僕は思うんですよ、そういうやっぱ被災者の方々すごく大変ですよ、うん、だからといってやっぱりその、うん、なんだろうな、これはやっちゃいけない、あれはやっちゃいけないとかじゃなくって、うん、ね、やっぱり
自分のできることをやりつつも普通の生活をすればいいなと僕は思います。そうやね、はい、でもね、なんか日本人のね、ちょっと 悪いところかもしれない。正直ね、なんだなんだ、正直聞かれ、もし思ったの、はい、あのちょっと、はい、あの地震があった次の日、ちょっと用事があってね、はい、出ていくことがあったんですけど、地震の次の日も用事があったの、あなた忙しい、忙しい、でも本当は行きたくなかったの、うんうん、でもなんか行かんとあかんのかなとか思って、うん、で行った時ちょっとね都内の方出たんですわ、はい、じゃあすごいスーツ着てる方とか、はい、なんかあのお客さんとかいないんですけどね、チャタさん、はい、ですね、ギアンがギアンに来ていただいてる、そうですね、うん、はい、ジャンギアンジャ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 ンニティストさん、ありがとうございます。ジョンス マッカーさん、ジョンスマッカーさんが、プログラムは念のため私は本当に似ていますが、日本の、花を翻訳していますし、ある番組に取り組んで、懸念。ああ、どういうことやろう、うん、翻訳サイト、翻訳サイトです、ね、すごい、あ、コニーさん正直疲れてるが3人見てちょっと元気出たよ、ありがとうございます、そうなんですよ、やっぱりね、僕たち何ができるかっていうと、まずは皆さんを笑顔できるね、そうですよ、すること超くだらんけどねじゃ今日ブログで書きながら思ってこの番組ほんとくだらんよなって、何が存在そんなことない、でも今それが必要な気がするんだ、やっぱほんとみんな疲れてて、そう気持ち的にね、で、そう、あの都内の方し地震があった次の日行ったんですけど、はいはいはい、すごいスーツの方が多くて、すごいスーツって、あのダブルのスーツですか、あの違う会社分かってそうすごいスーツのダブルとかさ、そういう伝わるでしょ、紫色のスーツを着てる、静かな、違う、はい、違うあの仕事を、うん、多分ね、お仕事を今から行かれる方とか、スーツの人がたくさんいたっていうね、そうそう、なんだすごいスーツがたくさん日本語って難しいよね、難しい、はい、そう、お願いしますよ、うん、やったから、はいはい、すごいね、街がちょっと普通な感じもしたの、うん、お客さんとか人とかいないのに、はい、サラリーマンとか働いてる方がすごくいて、うん、でなんでこんな働かんとあかんのかなって、こんな時にとかちょっと思っちゃって、でもね、でもね、そういう方々がいるから、うん、ね、こう普通に、ね、ね、東京はしっかりね、やっぱいろんなね、何事もないっていうのもあるかもわかんないよ、うん、何事もないっていうのはちょっと、ね、あの語弊かもしれないんですけども ね、でもね、全然もうあっちの被災者とかに比べればさ、被災者はね、本当に恵まれてます、私たちは本当に、はい、あのジャパン OK って、ジャパン OK です、ジャパン OK、 はい、ラガジーおー、ラガジーセレメイサンティインサブイタリーオーケーラブラブラブ中国語今何やったのそう、本当でイタリーオーケーイタリーギャニストジャニストジャー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 ジャパグパグルタネタンサブイタリーブラツンダルサラブゲジャニーくだらないのは配信を固まらせるほどお寒い体調のギャグそこもスナップもそこいい始まった始まったツイッターとかもちょくちょく見てね、そうだね、そうですね、二人前おんねんから、番組キャバリー、それ一緒上手に読もうとちょっと面白いなあ、しかも思い出すんですけど、なんかそのコミュニティサイトみたいなのあるじゃないですか、あの某コミュニティサイトみたいな、うんうんうん、それで、ね、んか聞いたんですけど、なんかその避難所、うん、あるじゃないですか、福島今危ないじゃないですか、うん、それでなんか例えばなんか福井の方とかもそうならしいんですけど、新潟とか、うん、なんかあれらしいですね、に例えば 2LDK 住んでる、はい、なんか生まれたばかりの赤ちゃんと親が住んでるって言ってて、はい、そのお母さんが私のその一部屋空いてるので、はい、よければ使ってくださいみたいなっていうあれが超増えてるらしいですね、あうちもどうぞみたいな、本当にもう助け合いやね、もう自分だけじゃなくてそうやってもう地域の人とか同じ痛み持ってる人とかを、うん、ね、なんとかね
前に進めるようにみんなが力を合わせてるっていうのがすごくいいね。いや、それはそれですよ。今こそ日本が一つになる時ですよ、うん、昨日僕もブログに書きました、うん、立ち上がる日本っていうね、うん、なんかそれ聞いたことあるいやでも本当にそうだと思いますよ、うん、でも本当にそれこそみんな一つになる時ですよ、うん、本当にね、うん、あのね、うん、すごい正直ね心すごく痛かったんです。今日今日もニュースを見てて、うん、せっかくねこういう中で本当に思いを込めて募金活動でやったり、うん、いろんなことを今日も駅でいました。募金の方をお願いしますっていう声をかけてくれてる女子高生ですかね、学生のコーラもはじめ、うん、でそうやっていろんな活動をして寄付していただいたり物資を送っていただいたりという方がいる中、どうか皆さんお気をつけいただきたいんですけど、うん、電話とかメールとかで、はいはい、とあるね某インターネット会社なのかな、なんかこう、うん、なんかで募金のためにみたいな形で、うん、そういうちょっと思わしくない詐欺っていうか、そういうのも、もう実際あるみたいなんです。あってるみたいです。あとはなんかね、電力会社やガス会社を装ってね、うん、一人暮らしの女性の部屋にこう上がり込むっていう、そういうこともね、ちょっと少なからずあるみたいですよ。うん、だからもうそういうのは本当に気をつけていただいて、うん、ね、ほらね、せいやくんも日本頑張れって書いてありますよ、うん、本当に頑張っていただきたい、ね、頑張っていただきたいで頑張るんです我々うちらが一言じゃねえんだよごめん、本当に頑張りたいからこそ今私たちもここにいてるっていうことなので、うん、まあ、なんか少しでもね力になれたらと、うん、思います。いいこと言うなお前はあらいい年やな。でなでちんちゃんちんちゃん何ちょっと唇ちょっとアップしていただいてよろしいですか。いいしこれ透明やからいいんだって。ちょっとあ、見つけちゃったぞ。いい会長見つけちゃったそう、ちょっとね、いろいろ大変なので、ね、大変だよね、やっぱストレスもたまるよね、ね、はい、うん、そうそうそう、みんなでもみんな同じ気持ちなんですよ、うん、そう結局は、うん、ね、ほんとなんかあったかい気持ちにもなったり、やっぱ苦しい気持ち、寂しい気持ちにもなったりするんですけど、はい、やっぱりね、こっからまだね、救助求められてる方ってほんとたくさんいてると思うんで、いや、いますよ、まだね、本当にね、だからね、本当にね、一人でも多くのね、生存者が、ね、うん、の方々が出てくれることをちょっともう本当に僕はもう本当に祈ってますよ、うんうんうん、ほんとそうやんね。そう、すごい、なんかいっぱい、そうなんですよ、ですね、タグレイテル、タグレイテル、タグレイテル、ありゃ、ボロブーネス、オッケー、ボロブーネス、オッケー、オレッチバッティ、あ、違う、チバディじゃない、オレッチバッティ、あと、レグ、オッケー、オッケー、クリジュ、サブ、イタリ、オッケー、オッケー、ラグジー、ビー、プレスリー、ベテラリー、イタリア、ジャニー、オッケー、オッケー、全然オッケー私はプログラムを愛して面白いですって、ってはい、ね。ユアシー、ラモレ、あ、なるほど。ラガジー、イタリー、オッケー、オッケー。ラガジー、イタリー、オッケー。あれ言いたいだけ。ラガジー。ボナペティート。ボナペティート。ボナペティート。俺も頑張ります。そうだね。本気は信じない方がいい、うん、そうです、そうです、あ、そこ自体あれすればいいんですよ、うん、訪問系は信じない方がいい、コルレオーネさんの言う通りです、確かに、皆様今日ね、うん、そう、俺もね、ピンポーンってなってね、朝で、はいって出たの、うん、そしたらちょっと水道局のものですけど、うわー、危ない、怪しい、だから俺、言っちゃったよ、嘘だろってすごい、すごい、隊長え、そしたらなんて言ってました、いや、ね、あの12月分と1月分の水道料金がまだ支払われてないんですけど、はい、ちょっと払ってあー、すいませんっつって忘れてました、ね、そういう局面もあります、でも嘘だろって言ってた、ほんまやったそれ、本当ですよ、あらあら、払うの忘れてた、はい、よくから督促状が来てたっていうのはちょっとそれすらも気づいてないまま嘘だろみたいな言っちゃったじゃないですか、はい、初めに嘘つけって言ってよくあのキックゾーさん行って言ったら、いやー、そうなんですけど、でもうちは本当ですからとか冷静に冷静に言われてでもね、本当ちゃんとそういう物的証拠っていうか確かにない場合は絶対に払わないでくださいね、しかも多分本当ですとか
もし本当のなんだろう詐欺の人でも言いそうですもんね。 言っちゃうもんね。だ嘘ですは言わないですよ多分。ね、やっぱ一人暮らしのさ、うん、その女性の、ね、方、女子大生の方々、うん、OL の方々、うん、保育士の方々ね、うん、キャビンアテンダントの方々ね、うん、だからね、その女性のね、そういうのがあるからね、本当、本当一人暮らしのおばあちゃんとかさ、あるね、うん、あ、そうですね、看護師とかね、うん、あるからね、はい、日本人は非常事態には強い国民だよ。そうですよ。あれですね、避難袋みたいな。おうおう、うん、準備しなきゃダメですね。準備しなきゃダメですね。避難、ま、枕元にはね、靴とかスリッパとか何かしらね、うそ、置いてる。汚れない？あのね、枕がスリッパ、あ、スリッパね、あ、スリッパあれですか、握る用の、握れるように。あー、確かに、靴履いて寝てればいい。まあ、それもいいよね、うん、詐欺、河原水屋さんがな、いや結局本当でしたよ。そう、あの詐欺じゃなかったって。クマちゃんは水道局の人で、はい、本当に払ってなかったっていう、はい、落ちで、落ちで。そう、トミーさんね、3人で力いっぱいくだらない番組を流して日本に笑いを、うん、そう、そうしたいね、そのために頑張ろう、うん、もしかしたらね、被災地の方々、そう、なんか見てるかもわからないじゃないですか、うんうん、ね、だから我々がね、この番組としてちょっとエールをね、送れればね、うん、これはもうタレントとしてね、そして一人の男として、そして一人の日本人としてね、やるべきことなんじゃないかなって俺は思いますね。あー、言いましたみたいな顔してますよ。ほんであのさ、カメラ向こうからどうやって映されても困んねんやんか。でも本当にそうだと思います。すごい、すごい思いますよ、僕こうしてるけど、はい、私はあなたがしてください、うん、あなたはハウラーリアラーズスペイン語のように笑わせる善良の人々であることを意味。ああ、なるほどね、そういう意味だったんですね。今までがそういうラガジーン、ラガジーン、ラガジーン、ネタでしょ。ネタ、いや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 、本当に、ね、ああ、そこはってことですか。そう、僕結構誤解を招くんですよ。俺本当に、ね、真剣に言ってるんだけど、なんか信じてくれない、キャラがキャラなんだけど信じてくれないっていう、うさんくさいよね、うさんくさいよね。悲しい、信じてくれない、ちょっと悲しい。でもこの番組やってる僕ちゃんと真面目な話もするでしょ。うん、するするする。これ今のは絶対本当だと思います。ほらね、そうです、うん、意外にね、うん、今やもん、繊細よ彼、全然繊細じゃない、意外に、意外に。サルドスデスデスデジャパン、ジャパン、パラピプテトリコ、ピトリコ、ピトリコ、ピダリコってなんだ。お、私ちょっとさんか、お、トゥプースキーさん、お、トゥプースキーさん、ありがとうございます。大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、本当、そうですよ、大丈夫ですか、本当、ちょ、皆さんどこなんやろ、お住まい。そうですよね、本当に、なので、その状況で知りたいよね、いつもこうやって見てくれてる方々のさ、今ね、お話聞いてたらね、はい、あの九州の方は揺れなかったみたい、ね、九州は全然大丈夫ですよ、うちの実家も九州なんですけど、そう、大丈夫って言ってたよ、お母さんが。ほんまに、うん、大阪は揺れたっていう、揺れた、でもそんな大丈夫だったんですか。うん、うん、でも1か2かな、でも揺れは分かったって、ね、やっぱ長かったって言ってた、長かったですよね、うん、この放送が始まる前もちょっと揺れましたよね、そう、だいぶ結構長かったですね、揺れたよね、うん、結構ほら、51回じゃん今言ってるところが、そうですよね、だからさ、高いから余計にさ、揺れるのがもうすごく分かって、やばいですよね、そう、で、ガタ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 揺れてさ、え、俺落ち着けってすごいみんな静止さね、やったんだよ、体調らしいでしょ。そんなマイフレーズはワッチングユー、被災地の皆様に元気になる歌を、歌、歌、あ、いいですね、どんな歌がいい、何がいいですか、あえて聞いて、そうだね、何がどういう歌が、どんな歌がいいやろう、みんなで歌いましょう、じゃあどうせならチャッターさんも生、うん、歌、元気になる歌を、うん、元気になる歌なんですかね、あっちゃんの元気になる歌なんですか、私ですか、はい、私はですね、まあ、EXILE が好きなんですけど、はい、あ、もう普通に言っちゃったけど、某EXILE が好きなんですね、某EXILE が全然いない、某EXILE の某何が好きなの、某、はい、あ、ボーボー、ボーボーじゃないや、チューチュートレインだ、チューチュートレイン、ボーボートレイン、待って、ボーボートレインが間違った、違う、違う、山ちゃんは
山ちゃんは元気になる歌なんで、山ちゃんこれ聞いたら元気になるちょっとね、あの時代がね、違うって言ってる、何何何何何何さっきから時代時代って言ってさ、言ったら悪いでしょ、それがもう口癖なんですよ、ジェネレーションギャップ。そうそう、あのめっちゃ王道ですけど、ウルフルズさんのガッツだで感じガッツだぜとか、あ、でもいい歌ですよね、なんかすごいいいですよね、なるかななんて。そう、あのね、そう、九州はそうなんですよ。あのね、新年だけ新年だけそうだけですね。そう、あのね、一応ね、言っときますよ、九州もね、噴火してるんですよ。そう、今日ね、いつですか、くまちゃんに。いつ始まったんですか。いや、もう結構1月の後半ぐらいに噴火し始めて、いまだに噴火は続いております。そう、だからそのね、現地の人だったりとかはね、灰がね、あ、飛びますね、飛ぶでしょ、火山灰が飛んで、もう野菜とかがもう全然ダメって言ってた。日本各地になってるよね。そう、各地で本当にね、私はここで、私が住んでるあなたのプログラムから見て、キャンペーンと I263 人が当たるために送信、はい、送信午前。あ、え、すごいすごいすごい、263人送信みたいなキャンペーンある。え、私、新しいチャットさんが、ひでかずさーん、ひでかずさーん、大丈夫でした。そうです、ひでかずさんは埼玉の方じゃないですか。ですよね。はい、どうでした、ちょっと。こんにちは、皆さん元気ですねって、ひでかず元気ですよ。元気ですよ。はい、おかげさまで、今年は元気ですよ。元気だけが、とりえです。今のあれなの。そうですよ、ちょっとね。ベタで負けないで。ベタで負けない。いや、でも負けないでいいよね、ザードさん。ザードさん。うん、いや、でも本当にいいと思う。体調は？で、体調、僕、うん、元気になる歌、元気になる歌ね、いろいろありますよ。 今はね、ブラフマンと、ブラフマンっていうバンド好きなんですよ、僕、うん、あ、言うとくわ。ブラフマンとエゴラッピンっていう歌手がいるじゃないですか。それが唇にチェリー、そう、唇にチェリーとかを歌ってるあの女性のシンガーいるんですけど、うん、それのコラボの We Are Here っていう歌が好きなんですよ、うん、ただそのね、その、あれですよ、プロモーションビデオが、うん、あのね、地震を体験するとかあるじゃん、そこで映してんのよ、こうやってガガガガガガって言いながら歌ってんの。大丈夫、不謹慎で。そうそう、それがすごい元気になりました、うん、後で聞かせてね。あ、あ、上を向いて歩こう坂本九、確かにね、いいね、これはね、すごい、うん、僕もそうだと思います、上を向いて歩こう。せいやさん、明日があるさ、あー、いいですね、うん、いい、うん、いい、すごい、めっちゃ出てくる、ね、店の壁には多少亀裂が入りました。亀裂が入っちゃったんですね。こちらは元気いっぱい、あ、でもね、元気がね、一番ですよ、やっぱり、うん、物がやっぱりね、壊れたりとかしてもさ、やっぱりその、うん、本人がね元気だとね、うん、すごいいいですね。そうやね、うん、新萌、そう、新萌だけです、ごめんなさい、新萌だけでした。はい、新年だけで、じゃあ新萌だけ、はい、ニュース知らんと、知らない、もう知らないですよ。知らないの、子供に噴火したのは知らない、新萌だけの話は知ってるけど、 でもそう、今また噴火したんっていうのは知らなくて。いや、噴火してますよ、はい、もうずっと、やっぱ今はね、地震の話ばっかりになってます、ね、やっぱね、そうですね、やっぱね、民放の、ね、テレビなんかもずっと地震の本あれしてるじゃないですか、うんうん、でもね、やっぱさすがに、なんていうかな、やっぱその、うん、ね、うん、やっぱ そういう情報も必要ですよ。そうやね、ですが、やっぱその、なんていうかな、ずっと同じものが流れて、やっぱその辛い現実をずっと見てるわけだからね、うん、気が参るかなとちょっと僕は思うんですよね。なんか地震と関係あるんですかね、その噴火も。さあ、テンション下がるね。なんかすごい下がっちゃった。あっちゃんも気づいてる。完璧フリア。だいぶ全然気づかず。完璧。完璧。でもじゃあ、まあ内心も本当にそう思ってるやろ。そう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 。うん、本当に、あ、また新しくチャッターさん入ってきていただきました。はい、Tテレマンさん。テレマンさん。Tテレマンさん。ですかね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、雷調査隊です、雷調査隊です。ちなみに、ティートマン、あ、ティ、え、テレマンさん、テレマンさん、どちらの方から見ていただいているのか、ね、ぜひともね、状況を
まあその状況だけでもいいのでね、教えていただければね、はい、嬉しいです。よろしくお願いします。自分たちが暗くなるとお客さんも暗くなるからね。確かにそうですよね。そうだからやっぱり我々が暗くなってると見てる方々も暗くなるんですよ、うん、本当に、本当に、わざわざわわかりやすいわ。そうですね、わかりやすいやってるの。笑い方もうちら別に芸人目指してるわけでそうですよ。芸人でもなくて芸人枠はここだけですから。違う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 、補足理解しちゃいます補足理解しちゃいますそういうの、自分たちが暗くなると確かにね、お客さんも暗くなるからね、やっぱり、うん、こういう時こそ、うん、ね、しんちゃんの何、モットーは何、笑う角には福来たる。ほら来た、ね、おううまさにまさに、もう笑った方がいいと思う。そうですよね。そうじゃあ皆さんで笑いますか。あ、そうしよう。いいか。ちょっと最後までいいね、今の必ず立ち直るようになって立ち直る、絶対絶対立ち直りますよ、うん、はい、今までも何回もね、うん、はい、あの立ち上がってきたんですよ、この日本は。本当ね、あの阪神・淡路大震災があった時も本当にさまざまな国の方、うん、あの地域の方、いろんな方に助けられて本当神戸の街が復旧したので、はい、そうですね、うん、うん、はい、ぜひとも、うん、今ね、東北の方、東日本全体的に広がってますけども、特にあの東北の方はお気をつけて、ね、あの気持ちをね、しっかり持って、そうですね、気持ちを、はい、うん、大丈夫なので、そう、はい、でも地域の方はもうそれをバックアップ、精一杯一緒にしていきましょう、うん、はい、よろしくお願いします。そう、日本だけじゃないぜ、他国からレスキューがたくさん駆けつけてくれた、うん、まあ、あ、お、ツイッターの方入っていただきますね、うん、お、テルマンさん、おー、テルマンさん、ありがとうございます。はい、楽しそうだね。そうです、愛媛県です。どうだったんですかね、愛媛、はい、愛媛の方はどうでした、うん、揺れの方はぜひともね、書いていただけるとありがとうございます。ありがとうございます。あ、聞いちゃったかも。はい、あの隊長、罰押したでしょ。隊長、罰押したよ。ここ右側にあった罰押したよ。あ、大声で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 、あ、ちょっとね、笑ったからじゃない。あそう、こういう時こそね、笑う、はい、笑うっていうことは大事なんですね、すと思って、うん、ちょっと、はい、ちょっとにもらえなくなってしまいましたよ。プロデューサー、すいません、チャットの方はちょっと、え、俺バツ押してないよ。じゃあここの横にあったの、はい、あったんですよ、バツを。ちゃんと見て、見た、見てください。はい、あ、こっちですね、すぐ出てきますね。よかった。あ、はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にすいません、本当に出ました。大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そう、あ、さすがだ、さすがだね、ヤッキーさんね。九州は鳥インフルエンザもあったよね。あ、うわ、あった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 、宮崎の方ですか。私、うんうん、デカさんが日本人は強いからポジティブだね。うん、こういう時こそポジティブですね。うんうん、いやー、すごい、ね、やっぱりプロデューサーさん、パソコンの復旧は早いですね。なめてんの。いや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 。あ、新しいちゃった、あ、おお、どんどん入ってくださいね。はい、どんどん入ってください。入ってください。入ってください。でね、あの今ね、被災者の方とか被災地域の方々にもぜひとも応援メッセージを、うん、はいはい、こちらの番組使っていただいて結構ですので読み上げますので、うん、はい、ぜひともあのツイッターでもご参加していただけると。そうですね、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします。はい、はい、トーミーさんの芸人枠イコール隊長席。いやいや、ここがここここここ、まあ、絶対行きたくねー。ここ隊長席、隊長席、隊長席。あ、揺れは全然なかったですよ。よかった。四国の方は大丈夫だったんだ。うん、四国の方は大丈夫だったんだよね。だからそのほら、せいやくんもさ、香川出身じゃない、うんうん、だから大丈夫だったっていうふうに言ってたからさ、やっぱ本当にね、よかったよね。なんかもうこれでさ、日本全部が本当に揺れてさ、ぐちゃぐちゃだったら本当僕どうしようと思っちゃうもん。その後ね、静岡の方でまたあの連続的にちょっと違う地震の方も来ましたので、余震とはその岩手の方とかの地震とはちょっと違う
地震がまたね震度6、うん、昨日です ね、 ねありましたよ ね、 たね。でもなんだろう、あのやっぱりいろいろね壁とかいろいろ落ちてきたけど、そんなになんか被害大きくなかったって現地の人がそうやっておっしゃってたから、うん、でもそれはそれですごい良かったなってすごい思いますよね、うん、はい。そうそう、人もみんなさん準備してたんですかね、ちゃんと。多分それもあったんじゃないかな。うん、大事よね。今すごいね、今回すごいいいなと思ったのは、うんうん、あのまあ本当寸前にはなっちゃうんだけど、まあ、テレビでね警報を教えてくれるんですね。はい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 、でその後携帯でも教えてなります、なります。どこもの携帯とかすごいってブーってすごいな、すごいサイレンみたいになってくる、なるんですよ、なります、なります。どこどこで強い揺れがありますので、ご注意くださいみたいな、ご注意くださいみたいな。あ、せいやさんがね雷募金しませんかっていうふうに言ってましたけど、そうやんね、そういろいろ考えてたんですよね、はい、募金の方も本当でもいろんなあの、うん、募金サイトとかもいっぱいあったり、ね、いっぱいありますよね募金サイト、うん、ありますね、うん、なんかね、まあなんかよりいい形をお届けできるようにちょっとまあいろいろ、うん、あの話し合って今決めてる最中ですので、はいはい、そう、俺もそれ言いたかった。チバティさんがね、戦後の焼け野原から世界第2位の国まで、ね、上り詰めた国だからねっていうのは、そう、日本がですか？俺もそれ言いたかった。そう、日本がそうだよ。ええー、ってあなた知らないのお前。ちょっと待って、知らないです。どんだけ世間知らずだ。だって、だって、だって、え、勉強しますか、ね、島国じゃないですか日本なんてね、うん、島国でね、第二次世界大戦で本当にね、うん、焼け野原になったわけですよ。そっからさ、ね、もうぐーっとね、それがもう日本のパワーですよ、山の魂ですよ、ね、東京タワーがバーン立ってさ、うん、ね、新幹線がギャーッと通ってさ、テレビがバーンって照らされてさ、すごいよ。知らないのそれ。知らないです。いらない？知らない。知らないっていうか、それせめて勉強しよう。じゃねえよ、あれ今すぐ降りてもらって。いやでもそうですよ、はい、うん、本当にね、それぐらいのね、あの侍魂というか、うん、日本にはやっぱりあると思うんでね、うん、もう一回何度でも立ち上がって、何度でも立ち上がりましょうよ日本、うん、ね、行ってほしい。あ、じゃあね、もう一回また歴史を、ね、勉強しなさい。はい。歴史ちょっと苦手なんですよ。何何何、歴史ちょっと苦手なんですよ。歴史とかお前暗記科目じゃないかよ。いや暗記でもすぐだよ。違う、歴史っていうかさ、でも現代ぐらいじゃない。そうだよ、まだ間もないよ、100年も経ってない。知らないんですか、店では募金を始めましたって秀和さんが。うわもう、あ、いいですね、それ。そう、いや、ね、俺の友達がね、九州でお店をやってるんですよ、うん、そこでも募金を始めたらしくて、うん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 、はい、いろいろやってますね。東京の方、あるいは名古屋の方に買い占めはみっともないからやめようって呼びかけてください。確かにそれは、ね、そうですよね、あのね、そうそうそう、僕もさっき冒頭で言ってた、はい、うん、それはすごい。だから皆さんね、その例えば、ね、停電になるからさ、懐中電灯買わないといけないとかさ、いろいろなんか情報がさ、今いろんなね駆け巡ってるじゃないですか、うん、ちょっと本当に皆さん冷静になってくださいよ、うん、本当。多分ね、被災地の方が一番ある意味冷静なのかもしれないですよね。逆にあの本当に思いやりを持って、うんうん、いろんな方を助け合ってっていう形で、うんうん、ちゃんと皆さん頑張られてるんで、本当周りの地域の方も一生懸命、まず小さなことからやればいいんだよね。まず節電募金、そうです、う、はい、節電募金、いかにこうね、電気もね、無駄な電気を使わないとかさ、無駄な食料を減らすとかさ、うんうん、やっていって、パンとか全然ないですよ。ないよ。パンとかご飯、穀物とかね。そうですよね。ないからさ、あれちょっと本当に皆さん。すごいよ、皆さん、コンビニ。どんだけでしょうね、いっぱい買っちゃって。こういう時こそ思いやりですよ。うん。うん、そんな買い込んでもさ、うん、そうですよ。結局ですよね。うん。本当皆さん冷静になりましょう。うん。うん、そうやってね。気持ちはわかる。そう、気持ちはわかります。はい。わかるけど、でもそこは、みんなと一緒に協力し合っていきましょう、うん、本当に、うん、とりあえず各種ポイントの募金から始めました。わあ、すごい、うん、なんかアメブロさんの方とかでもね、実際されてますね、はい、はい、いろんな活動がされております。すごいな、はい、本当できることからね、うん、すごいですよね、某有名タレントさんとか有名人さんもすごい寄付、あるいは寄付してるの、義援金をしましょう。
本当やね。またあのテレビでね何度も言われてるんで耳にされてると思うんですけど、はい、個人的にね、にもあの物資とかを送りたいとかなると、今の状態だと現場の方がね、あの混乱、うん、その荷物がちゃんと行き届かないっていうので、うん、なのであの一番いいのはやっぱり、まあ、お金っていうか、まあ、あの寄付の募金であったりとか、そういうのが後々には良くなってくるっていうお話なので。そうなんですね、そうだよね、確かに、あっちゃんね、アメリカの戦争をしてたのは知ってるって、コルベオミさんが知ってます。本当に知ってます、知ってますね。知ってます、知ってます、お前は可愛いよ。で、負けたんですよね。そうですよ、そうです、そうです、今朝もガソリン待ちで2時間って人がいた、車控えましょう。そうです、はい、あ、ガソリンもすごい並ぶらしいですね、うん、あれはな、あれはしかもなんか1回に入れられるリッターも決まっちゃってるみたいな、うん、そうなんだよ。もうね、お水とかさ、なくなってさ、僕は普通に買ってるんですよ、うん、別に買い込んだりしてなくて、うん、ないんだもん。そう、普通にね、今1食分なんかね、わかります、しようと思ってもないんよね。ないんだもん。でも私スーパー行った時もお茶すらなかったっていう。そう、買いすぎですって、うん、ほらコルレオーネさんも言ってます、うんうん、川原誠也さんがね、風呂もまともに入れないとテレビで聞きました。そうですよ、風呂に入れない方もいらっしゃるわけですよ、うんうん、ね、満足に飯も食えない方もね、たくさんいますよ、うんうん、で ここのね、ね、まだね、その現状維持できてるところでこうなってどうするんだって話なんだよね、うんうん、俺ちょっとね、もう言いたい、もうすごい、もうなんか悲しくなりますね、それを見ると、うんうん、実際ね、その中では、うん、ちゃんとあの店員さんとしてずっとずっとその買い込みに来られてる、ね、お客様を対応されてるスタッフの方とかも、本当たくさんおられると思いますので、まあね、すごく忙しくて、あの全然休めないって、知人がね、あの、まあ、コンビニのスタッフされてる方がいて、すごもうずっとずっとだからって言って、今も物がなくなっちゃったから逆にゆっくりなったけど、それであのすごいなんか言ってくるんですよね、なんでないのとかさ、うん、そういう方もやっぱ出てくるわけですよ、うんうん、みんなにね行き届くようにね、うんうん、あっちゃん可愛いけど怪しいぞってトーミンさんが言ってた。本当ですか？知ってるんですか？知ってますよ。え？知ってます？知ってますよ。負けたんですよね、アメリカに。うん、あ、新しくチャッターさん入っていただきました。入ってきましたね。お、入れたんで読み上げます。はいはいはい。あ、はい、サス4242003。4242003。はい、こんにちは、雷女子会です。はい、いかがでしたか？はい、どちらですかね。そうですね、あの現状をちょっと教えていただきたいなっていうことでね、うん、マスコミが煽るから良くないよね、うん、すごいね、それ本当にあの、まあ、自分らもね、今一メディアの方に出させてもらってる立場ですけど、すごく思う、うん、本当にそうね、水は水道から出る、被災地じゃ出ないんだから。そうですよ、うん、被災出たとしてもね、濁ったりしてね、飲めないですよ、うん、うん、飲める飲める飲めるですよ、飲めるですよ、飲めますよ、うん、飲めるです、うん、飲めるです、はあ、体調また消しましたね。消してないから。消しましたね。なくなってる。本番中に2回もツイッターなくなってる。あ、やめて。あ、やばい、おなかが引きなってきた。もう2年近くやってんの。パソコン恐怖症だ。パソコンになんかあるもん。あ、ありがとうございます。大丈夫です。はい、大丈夫でした。わざと。そんな呼吸困難になっちゃったの。やばいです、はい、あ、電話だ。え、違う違う。確かに。しかもあれですよね、今放射能もなんちゃらって言われてますよ ね。そうですよ、いっぱいね。でもね、あのすごいね、安全かつこう何度も何度も放送されるのはすごくいいことなのかもしれない。いいことですよ、かもしれない。それがね、またね、ね、ある時はね、うん、それがまたなんかそういうね、ね、こういう、なんですか、マスコミ煽ったり煽るっていう、そういう風にもなってくるわけですから、別に批判をしていません、我々は、うんうん、決してね、そういう現地の状況とかもやっぱり分かりたいわけじゃないですか、うん、ね、日本人としてね、うんうん、ただそのね、たまにこう、ね、ちょっと、ね、煽ったりされるじゃないか、あるじゃないか、そう
そうそう、だから報道側の人間もやっぱちょっと痛みをね、うん、もう一度噛み締めた上での報道っていうのもね心がけないといけないのかもしれないです ね、 ですね、他の被災者だけに関わらずその周りの方とかもね、うん、あそうですよ、こちらは札幌です。何もできなくてすごく歯がゆいです、うん、わ札幌の方はどうですか、大丈夫なんですかね。じゃあそうですよ、揺れましたよ、うん、結構揺れましたよ、札幌の方でも地震があったじゃないですか、うん、そうです、何もできなくてすごく歯がゆいですっていう。北海道とかって逆にどうなんやろう、あの物資とかって、うん、あ、うん、そうだね、物流的に止まったりしないのかな、うん、それすごい気になりますよね。ねえ隊長、画面は消さないで。あー、また始まった。うん、よいしょ、ファミリーマートで募金やってますよ。そう、ほんとね、今いろんなところがね、やってますね、うん、すごい。秀勝さんもね、いろいろされてるようで、うん、一体化してますな。なんか嬉しいですよね。こうなんかね、やっぱその身近な方々がさ、うん、すごいやっぱりそういう認識があるっていうのは嬉しいよね。うん、まだまだこっからよね。そう、こっからですよ。こっからもっとね、大変なこともあると思います。そうです。うん。何見てんの、あっちゃん。この見合いちょっと。いや、ちょっと見たら、あい。もう忘れてる。何、どうしたどうした。いや、話はパッて思い出したんですよ。なんかすごい話を聞いて。なんか昨日なんですけど、その募金でなんですけど。はいはい。なんかすごい見た目は、まあ、ちょっと、なんだろう、ちょっと、ヤンキー。ヤンキーって言うんですか。おぉみたいな感じの人が、こうやって、バッて、あの、その募金こう持ってる人。なんか、ボッて来て。なんかゲームはいつでも買えるんだよつって万札入れてったらしいですよ。かっこよくないですか。すごい。え、な、なに、ゲームはゲームいつでも買えるんだよみたいな。多分ゲームを買いに行こうとしたんじゃない。あ、そういうことじゃないかな。そうなんです、多分。だからそのお金を全部入れたんじゃないの。いつでも買えるんだよつって万札をポッて。うわ、それ目の当たりにしたの。いやいやいや、聞いた話ですけど。あ、はははは、かっこいいと思って、うん、なんか、マスコミの方々、被害者に大丈夫って聞き方はやめて、うん、大丈夫じゃないもん、うん、どういう状況ですかって、もうこういう状況じゃん。確かに、うん、それはもう見てる人たちが分かるからさ。分かりますよね、うん、俺もそれ見るたびに心が痛くなる、本当に、うん、でも偉いね、いろんなね方々がさ、やっぱそのヤンキーでもさ、今は、うん、ね、国のために何とかしようと思ってるんですよ。それはやっぱ嬉しいことだよね。国のためじゃないよね、うん、多分人のためよね、うん、そう、これでお姉さん何もできなくても電気消したり買い占めしないだけでも十分、うん、そうです、はい、本当いかにね、うんうん、そう、もう普通のことをやりましょう、本当に。確かに、そんなもうやだらめったらさ、物買うんじゃなくてさ、そうしなくていいよ、うん、その通りね、食べれる範囲でさ買ってさ、うん、でみんなが買える状況にしたらね、きっといいんだけどな、うん、だから余計またパニックになるじゃないですか、なんでないのって。ああ、なります、なる、そうだ、逆にだ、なるの、うんうんうん、悪循環になっちゃうからね。ティーポイントの寄付はしました。 ありがとうございます。ありがとうございます。なんだよ、なんだ、なんだ、最後の人だ、最後の人だ、ないことないんだけど。ありがとうございます。なんか募金ってなんか、もう普通に嬉しくない。あ、なんか嬉しいとかでさ、やっぱこっち関東の方ですとね、計画停電の方の影響もあって電車の方とか、うん、いろいろ節電とかで止まったりとか、うん、はい、だいぶ待たされたりとか、あったんですけど、そういう時テレビ見てて、やっぱり被災地の方に比べるとこの痛みなんて全然、うんうん、もう全然へっちゃらなので、へっちゃら、確かに怖いですよね、怖いね、この人たちもね、東京、ね、関東の方々も、あ、東京23区の方々も怖い怖いってやっぱ言います。確かに怖いです。怖い、でももっと怖い人はいるんですよ、そうですよ、その中には、うん、もう寝たくても寝れないっていう状況は、何日も連れてる方もやっぱりいますよ。怖いもんね、怖いからね、そうそうそう、ちょっと揺れでも敏感になっちゃうから、ほんと本当にね、うん、じゃあ、俺も暴露パクロって何？制約パクるってことじゃない、パクロってことじゃない。何をパクるんですか。それはね、そう、だからそのかっこいい、かっこいい、ね、あー、そっちか、びっくりした。ちょっと汗札幌は中央部からのものは遅れてます、はい、うん、生活にほとんど支障はないです。しかし、はい、買いだめの校長が、あ、やっぱり長校が来てます、やめてほしい。そうなんです、やっぱどこもそうなんですね、うん、
いやなんか嬉しいで、こうやっぱすごい分かってくれてる方がさ、うん、たくさんいてさ、あの俺ぶっちゃけ叩かれるんじゃないかって思うんだけどさ、でも雷の服はいつでも買えるって、そうですそうですよね、いつでも買える、いつでも買える、アメーバピグで風船買っても寄付できます、そう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 、いろいろね今やってくれてます、はいはいはい、アメーバさんすごいな、じゃあ風船を買えばいいのかな、そうです、風船を買いましょう、はい、風船を買いましょう、雷さんに失礼だな、すいません、あ、これ雷の服はいつも買える、でもね、うんうん、でも全然そうですよね、その通りだと思います、うんね、今はね、今はね、うんうん、でもね、雷の服はね、いつか買ってほしいそれでいつか買って、いつかはね、収まったら皆さんね、まだね、でもでいつこうね、収まるかっていうのもまだ全然ね、すごい、ね、長引いてますね。やっぱり余震もね、相変わらずすごく続いてるんで、はい、でなんかあの医療道具であったり薬とかもやっぱりちょっと今ないみたいでね、だからぜひともそういうのも、まあ、そういう声はね大事だから、現場の現地の人とかもね、マスコミさんとかこう流していただいてる情報、そういう現場に何々が足らない、おむつとかやっぱないって言われてるからこそ、こっちもおむつないでしょ、ないです、トイレットペーパーもないです、トイレットペーパーも向こうがないって、薬屋とか並んでたからね、ずわー、何でですかそれこそ、我が先にこう欲しい欲しいって思ってるんじゃないですか、あと3分ですね、はい、金曜日、あ、まあ、今週のね、あ、そうですそうです、一応ねこの番組、はい、あの、ね、ご存知の方もおられると思いますが、はい、本日水曜日13時から14時の1時間生放送と、はいね、19時から20時の金曜日、そうですね、はい、お送りさせていただいてるんですが、はい、ちょっと今週の金曜日の方はちょっとまた予定の方が分かりませんので、うんうん、あのまあ、各自ブログの方やっておりますので、はい、そちらの方も見ながら、はいはい、よろしくお願、ね、アメブロやってます、はい、おしんの笑う角には福来たる、はい、田中敦子ブログ、はい、熊川雄大ブログ、はい、やっておりますのでぜひともそちらの方もチェックしていただいて、はい、はい、大丈夫ですね、はい、そう、いや、あのすごい大事なね電気の方を、正直ね、節電っていうのも大事、本当大事なので、ちょっとその電気もお借りした上での放送と、うん、いうことなの で、ね、うん、はい、少しでもなんかこう元気出せるような、ね、ちょっとね笑っていただいて、うんうん、ちょっと疲れも溜まってきてると思うので、そういうのも吹っ切れればなと思って本日放送をお送りさせていただきました、はい、はい、まあね、我々が、ね、まずできることは、うん、電気の無駄遣いをしない、うん、それとね、そういうね、食料のね、そう、買いだめを、はい、買いだめを、無駄、買い、それもまだ無駄じゃないですか、うん、結局はいっぱい買い込んだところでさ、うん、うん、ね、うん、だからね、それをね、で我々が少しずつね、うん、できることからやっていきましょう、皆さん、はい、はい、やっちゃいましょう、昨日仙台の友達に一緒に泣いてくれてありがとうって言われました、こういうこの支援もあるんですね、そうです、うん、気持ち、気持ちだよ、心の支援、あ、いい言葉ですね、土砂降りの雨だっていつかは止むように復活するよ、その手伝いをしましょう、そうです、はいはい、あっちゃんが手売りしてくれたら買います、だってトーミーさんがガラッと変わりまして、川原調査隊に何かを、献血に行こう、皆さんまだまだ気をつけてね、はい、ありがとうございます、ね、献血もすごいね、はい、チームも足りなくなってくると思いますので、はい、まだまだあの余震等は続くと思います、あの必ずすぐ避難できるような形を、皆様、うん、全国の方、いつどこで何か起こるか分からないので、何が起こるか分からないです、はい、お気をつけて、はい、そうです、皆さんもくれぐれも気をつけて、はい、はい、日々の生活を送ってください、はい、はい、ちょっと今日はね、本当に地震速報ですよ、うん、はい、はい、はい、そうですね、はい、ね、1時間お付き合いいただいて本当にありがとうございました、うん、ありがとうございます、ね、新しい方々もね、入ってきていただいてね、ありがとうございます、はい、本当にありがとうございました、皆さん本当くれぐれも気をつけてください、はい、雷調査隊でした、バイバイ、頑張れ日本、頑張れ日本。